ねえ、弁天池公園スプリングカーニバル2023、ね、終わりまして。ねえ、いや、よかったですね。ねえ、頑張りました。ご来場者数が4000人だったということで、ねえ、4000人の方が来られたらしいですよ。ねえ、いろんなご当地キャラの方々が来てくださってね。みっけちゃん。ねえ、トゥーシューズに僕たちの絵を描いてくださって、ジェキとズボラちゃんの絵をね、バレエのトゥーシューズのここのところにね、描いてくださってね。ね、ありがたい。で、あとはサルドンさん。ねえ、サルドンさん、可愛らしい方でしたね。なんかお声も可愛らしくって、なんかずっと元気でいらっしゃって、方ね。ね、おしゃべりでしたね、方ね。もうずーっと会場のどこかしらで、ありゃサルドンさんだなーっていう声がしてね。ねえ、いや、人いるだけでもなんかお祭り感があってよかったですね。ね、あら、でもあれですかね、香川の方ってあんなにおしゃべりなんですかね。え、うどん県っておしゃべりっていうイメージですか？どちらかというと、大阪の人の方がおしゃべりなイメージありません？それちょっとだいぶ悪いイメージじゃないですか？ずる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 おしゃべりしてって。ずるずるおしゃべりしてってあんまし聞かない表現ですけど、それ、サルトンさんが聞いたらちょっとムッとしません？あ、褒め言葉なんです。褒め言葉のずるずる。あんまり褒め言葉でズルズル使うとあんまし私聞いたことなかったんですけど、まあまあ、でもね、方がいて本当にね、なんか賑やかでよかったですよね。ありがたい。で、あと、カサヤンさん。ね、カサヤンさんもなんかよかったですよね。カサヤンチャレンジさせていただきましょう、私。ね、傘をかぶってらっしゃって、大きな傘でね、カサヤンって書いてあって。あれ私かぶせていただきましたよ。ね、嬉しかったですよ、私。ね、ズボラちゃんもちょっとかぶってみたかったでしょ。ね、すっぽり隠れちゃうでしょうね、ズボラちゃんね。ちっちゃいですもんね、ズボラちゃんね。ね、どうした？ズボラちゃんくしゃみしました。大丈夫？ズボラちゃんちょっと何？ほこりっぽかった？ ね。笠谷さんもね、京都の、163号線からずっとね、たどってこちらの方に来てくださってね。ね、後私たち、ずっと、163号線ずいーってね、車で移動させていただいて、笠置町のキャンプ場に行かせていただいたんですよ。ね。ね、二人でソロキャンプしちゃって、あ、楽しかったですね。ね、意外と薪が早めに消えちゃうんですね、火がね、薪って。ね、なんかちょっとキャンプファイヤー的な感じで楽しいなと思って、薪をやろうと思って、薪を一束買って燃やしたんですけど、あ、意外ともう2時間か3時間ぐらいで消えちゃってね、あっという間でしたね。もうあれ消えちゃうと、もうあとは寝るしかないなみたいな感じになっちゃってね。うん、でも楽しかったですよね。笠置町いいとこですよ。ゾロちゃん今くしゃみしました。ね、ちょっとやっぱほこりっぽいですかね。はい。ほこりっぽい。ね、ちょっと換気します。まあ、また後で換気しましょうかね。ね。まあ、笠谷さんのところに行きまして。で、あれですよ。あとは、つげさん。ね、つげさんなのか、つげさんなのか。ね、どういうことです？つげさんがつげさんみたいなんて。つげさん？つげさん？つげさん？げがあげあげな感じ？あ、つがあげあげ？つげさん？あ、じゃあ、つがあげあげで、あと下がる一方。あ、つげさん。つげさん。うん。つげさん。
もね、ほんと可愛らしい方ですね。ぽよんぽよんしてらっしゃってね。丸っこい感じで。あれですよ。1時半だよ、全員集合という企画の時に、よーく見てた人は気づいたかもしれないですけど、つげさん、僕のところにグイグイ来ちゃって。ね、ぽよんぽよんした体でグイグイ来ちゃって。私、ちょっと、ずっと歌ってたんですけど、追いやられちゃって。ね、いや、でもあれ、ほんと楽しかったですね。ね、貝塚から来てくださってね。ねえ、つげさんもいい人ですよ。みんな集まってくれた人みんないい人ですよね。だって弁天池公園スプリングカーニバルって全く聞いたことのないお祭りだろうと思うんですよ。ねえ、だってあんなのは門真市民しか知らないですからね。門真市民知らないですよ。門真市民も知らない。それはどうかと思いますけどね。まあでも一応5000人ぐらいが集まるって言って、で今年は4000人が集まったって言ってね、まあ、そこそこ大きなお祭りではあるんですけども、あまり知られてませんからね。12万人です。まあそうですね、門真市民12万人のうちの、まあ、5000人ぐらいしか知らないお祭りなんですけどね、うん、それに来てくださいって言って1ヶ月前ぐらいですよ、お願いをしたのが、うん、で来てくださいって言って来てくださってね、本当に皆さんいい人たちで、あと食べ丸さん、うん、ね、食べ丸さん草津の方で、滋賀県の草津の方、草津いいとこ、うん、違う、それ温泉のある方でしょ、うん、温泉のない方の、うん、それあれですよ、滋賀県の草津の人たちにとってはもう言われすぎてて、はい、はいはいってなるらしいですよ、うん、それ気をつけないと、気をつけない、はい、あれですよ、旅丸さんについてはですね、我々今月末に稲妻フードグランプリ XL っていうイベントに、28日、今月の5月28日に我々お呼ばれしちゃって、ね、そんな盛大なお祭りに呼んでいただいて、私たちちょっと盛り上げに行ってこようかななんて思っちゃってね。いや、よかったですよね。旅丸さんが来てくださって、弁天池スプリングカーニバルを盛り上げてくださったんで、まあ、我々も草津の方のね、その稲妻フードグランプリ XL を盛り上げるっていう感じでね。ね、あれ、XL って何でしょうね。T シャツで言うところの、T シャツ？ああ。稲妻フードグランプリ、まあ、大きいサイズですっていう感じですかね。ああそうですよ、きっと盛大なお祭りなんですよ、うん、まあ、稲妻フードグランプリっていうぐらいですから、フードのね、たくさん美味しい食べ物があるらしいので、ぜひぜひ5月27、28とやってまして、私たちジェキとズブラちゃんは28日に登場させていただきますのでね、ぜひぜひなんか美味しいもの食べに来たり、ジェキとズブラちゃん見に来てくださったりとかしていただいてですね、ぜひ稲妻フードグランプリ XL を楽しんでいただきたいなと思ってます。ね、入場料無料でね、うん、太っ腹、ね、あ、食べ物はそりゃそうですよね、他にいるでしょうね、きっとね、いや楽しみですよね、いろんな食べ物食べれますよ、きっと。食べますか。ありゃたくさん食べ物来てますよ。まあ、それはどうなんでしょうね。まあ、お小遣いとちょっと相談しもって、買っていいのか買ってダメなのか、食べていいのか食べたらダメなのかみたいなね。でもほら、角までイベントごとやって、ほら、何？大和田駅の駅前でほら、アートフェスってやったじゃないですか。時僕たち頑張ってたら、君たち頑張ってるからこれ食べていいよって言って、肉汁のたくさん入ってる餃子、あれいただいたじゃないですか。いただきました、ね、だから稲妻フードグランプリ XL でも僕たち頑張ってたら、なんかこれ食べないよって言ってくれるかもしれないですよ。じゃあ頑張って収穫だったのにうろちょろしましょう。あ、そうですね、うろちょろしましょう、頑張りましょう、まあね、そんな感じでたくさんのね、ご当地キャラの方々が来てくださって、本当嬉しいなと思ってるんですけれどもね。どうした？
ね。さあ、で、今日はですね、本題に入りたいと思うんですけれども。